皆さん、こんにちは。テック戦略講師の熊津です。本日は、私の、2023年向けの新15ヶ月合格コース、司法書士の基礎講座なんですけれども、こちらの方をご受講いただいて、見事、一発で合格されました、高木桃葉さんに、お越しいただいております。今日いろいろとお話を、聞いてみたいと思っておりますね。今、勉強中の方、それから、これから司法書士を目指そうかなと考えていらっしゃる方、いろいろと参考になるお話があろうかと思いますから、ぜひね、ご参考なさってみてください。じゃあ、高木さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いや、高木さんはほんとヒヤヒヤさせられた。すいません。もう、ヒヤヒヤさせる女、高木桃葉。成績どんどん下がっていくし。そうですね。やりました。昨日、祝賀会があったんですけど、一人遅れてきました。頼むよ、ほんと。はい。しっかりしていきます。今後は。はい。はい。じゃあ、まずは、司法書士を目指された、理由、教えてください。そうですね。大学生の時に、大学が法学部だったので、卒業後は法律に携わる何か資格を持って法律系の仕事に就きたいなと思っていたことが一番。今、知人の司法書士の先生ともお話しする機会があったので、はい、なので仕事のやりがいもあるなと思って司法書士を受けました。あ、なるほど。はい。勉強始められたのはいつ頃でしたっけ？はい。大学4回生。はい。卒業時期ですね、もう3月。あ、もう、卒業が大体、決まったぐらいの3月ぐらい、はい。あ、そうですか。あ、在学中に始めようっていうことは思わなかった？そうですね、大学中は別の資格の勉強をしてたので。え、弁護士？いや、行政書士。行政書士。勉強してた。あ、そうだったね。あ、ですから行政書士を先に取られて、はい、それから司法書士。はい。で、なんかもう一つ、司法書士の試験が終わってから宅建。あ、でしたね。あ、すごいじゃないですか。すごいじゃないですか。トリプルライセンス。ね、すごい。ね。で、勉強されて、それで見事ね、一回で合格していただいたんですけど、勉強始めるときに、どうやって勉強しようかなってね、いろいろ考えられたと思うんだけど、特に、こちら予備校で、レックを選んでもらった理由、どんなところでしょう？私は自分の勉強スタイルとして、疑問に思ったことを先生とかにすぐ聞ける環境がいいなと思ってたので、この梅田校で通学ができるっていうのが一番いいなと思ってレックに決めたのと、あとは、梅田校のこの司法書士の赤松先生のクラスがすごく人数が多いっていうのを聞いていたので、あ、そうですか。はい。はい、自分のモチベーション維持にもつながるかなと思います。はい。あ、ありがとうございます。はい。そうですね。予備校を使っていただいたら、まず質問がしていただける。生クラスの方がね、先生すぐいるんで質問しやすいですし、それから、ウェブの場合も、ネット上で質問する制度とかあったりしてね、質問できるっていうのはやっぱり、予備校を使ってもらえる、メリットかなと思うんですね。私のクラス人数多いというのはどこで、聞いてもらったんですか、それは。申し込むときにも、受付の人にクラスでどれぐらい人数が。ああ、そういうことですか。なるほど。はい。そうですね。結構な人数ね、毎年させてもらってるんで。やっぱり、受験仲間がね、いるところで、勉強するとすごくね、刺激になってね、はい、友達もできるしね。何人かね、友達も、はい。できたと思うけど、はい、よかったですよね。はい。そして高木さんが、実はこちらレッコの方で、新15月合格コースを受けてもらって、で、メインテキストがブレイクスルーテキスト、で、私の方でいつも使ってる補助教材で過去問レジュメってやつね、それ併用してずっと、授業、してたんですけれども、そちらの、実際使ってたテキストを今日お持ちいただいてるんですね。はい。じゃあ、それちょっと画面に移して、どんな感じでね、勉強してるかちょっとご覧いただきましょう。はい。
何でもいいから持ってきて、って言ったら、不動産登記持ってきましたね。いいですよ。ねえ。やっぱり司法試験の中でね、まあ、結構鍵を握る科目なんですよ。はい。で、不動産を、結構書き込みしてますね。結構書いてますね。うん、これはちょっと難しいところ。この辺から所有権の登記っていうのが始まって、はい。だいたい私が講義中に指示出してる通りにやってもらってますね。河川聞いてくださいっていうところ、それからマークしてくださいっていうところ。で、キーワードになるとかちょっとね、こんな感じで色変えて、キーワードにしておいてくださいっていう感じでいつもマークしてもらってるんだけど、まあ、おおむねそれに従ってやってもらってる感じですね。で、こちらが、登記の申請書、不動産登記だったらこんなのも覚えないといけないんだけど、結構、ね。で、インクから。お大事です。大事ですね。所有権保存と、で、インクから。これは、私が、言ったことをその場でメモしてもらってるような感じですかね。はい。これもいいこと書いてもらってますね。保存されても河川抹消を、ちょっと勉強内容で難しいけど、保存登記がされたら上の表題部っていう部分があるんだけど、この所有者の河川がされるんですね。はい。結構こんな感じで、私が、言った部分を、的確にマークに入れてもらって、あと、講義で私ので、コードでコメントしているところね、それを講師なりにところどころいろいろ囲んでもらっているようなね、感じかな、とね、思います。こちらブレイクスルーテキストは使ってみてどうでした？そうですね、すごく、内容がしっかりしているので、うん、重要なところだけをすごくマークしているとわかりやすいとは。うん。顧問レジュメなら他の顧問を解くときにも参考にしやすかった。あ、なるほど。そうですよね。うん、このテキスト結構内容が充実しててね。で、全部やると大変なんだけど、私のクラスではさっきのね、マーカーして、マーカーのとこだけ覚えてくださいって感じでやってるね。そこだけしっかり、的確ね、やってもらったんだと思います。はい。で、併用して、はい。こちら、過去問レジュメというものです。これ私のクラスで、ブレイクスルーテキストと併用、してるんですけれども。ブレイクスルーテキストをインプットでやって、その後、復習でもね、過去問解いてもらうんだけど、過去問書の方だと少し、問題が必ずしもテキストの順番通り並んでないんで、ちょっと解きにくいかなっていうところも、あったりするんで、私の方でこういったレジュメっていうのもご用意させてもらって、これでテキストの順番通りね、枝並べて順番通り解いていけるっていうね、形に取ってましたよね。はい。これも、こういう枝別の、過問集になるんだけど、さすがですね。うんうん。これは、過去問解いて、当然、丸か×かね、判断してもらうんだけど、やはりその、問題の論点になってるところかね、これは。うん。それをこう、いろいろと自分で書き出して、いうことですかね。うん、はい。これも、いいですね。うん、で、この、付箋がたくさんついてるのは何ですか、これは。付箋は、ちょっとでも、何かを、疑問に思うこととか。うんうんうんちょっと、覚えてないなっていう部分が、少しでもあれば貼ってます。完璧なところ。ああ、なるほど。以外は、全部貼るっていう感じで、はい、直前期にその付箋があるところはもう全部やろうっていう。はい、ああ、なるほどね。ああ。
自分が、まあ、過去問で、もうこれいけるだろうっていうのは、まあ、付箋つけずに、うん。で、これがちょっと怪しいかな、ちょっと疑問かなっていうの、ところに、たくさんこんな感じで付箋つけて、はい、で、そこ集中的に、本番前にしてもらったってことですね。はい、お、それはいいやり方ですね。で、まあ、いつもあの、授業で言ってるんだけど、まあ、最初からね、なかなかわからないんで、とりあえずわからないところは付箋こうやってつけてね。で、後でまあ、振り返って、まあ、それで身につけていきましょうとかね、いつも言ってましたけど、まあ、そんな感じでやってもらっていますよね。はい。まあ、私のクラス受けていただいて、クラスで良かったところはどんなところでしょう？クラスで良かったところは、はい、毎回授業の前に、前回復習で小テスト、あ、やってましたね。はい、あったので、うんうん、いつもそれが過去問レジュメから出るんですけど、それも分かっているので、毎回こう復習する時のペースメイクというか、復習するリズムが作れたのもすごく良かったと思います、うんうん。ありがとうございます。はい。で、あ、ごめんなさい、どうぞ。はい。技術の方も、技術のトレーニングの方で、はい、ホームワークを、はいはいはい、先生に定期的に出していただいてたので、技術の方も自分でこう何日までに、この範囲をやっておかなきゃいけないっていうのを定期的にできたのが良かったかなと、はい。ありがとうございます。はい。そうですね、私のクラスで毎回まあ、ナムクラスの方なんですけども、確認テストっていうのをやっててね、まあ、10問の丸バツ形式のテストなんだけど、まあ、それを前回やったところの過去問レジュメから必ず出すっていうね、形で、まあ、それを、前回の範囲の過去問を解く、まあ、ペースメイクをね、してくださいっていうことだったんですね。いつも結構よくできてましたよね。たまに間違えてました。そうなのかな？たまに間違えてました。はい。うん。まあ、でもまあ、まずまずまあできてたと思うんで、たまに間違うのはね、うん。仕方がないんですよ。うん、丸バツってね、結構、案外難しいんですよ。本試験は組み合わせ式だから、ね、組み合わせでこう、消去法的なやり方で答え出していくんだけど、丸バツって結構、できるできないとか、末尾ね、読み間違えたら結構、逆さまになっちゃうから、ね、なので結構完璧に合わせるの案外難しいんですね。まあ、それもよく毎回、頑張ってね、やってもらったと思います。はい、それから記述の方もまあ、これも生クラスでやってたんだけど、フォーマークっていうのね、定期的にやって、で、これちょっと難しめの問題だったけど、あれをこう定期的にこう出してもらってね。まあ、あれも高木さんによくできてた記憶があります。はい。あれでやっぱりすごく力つけてもらったかな、とね、いうように思ってます。はい。そしたらまあ、学習のはそういう形で、講義に沿って、まあ、ブレイクスルーテキストで、まず、インプットやって、で、過去問レジュメで過去問を練習して、で、あとは、毎回の確認テスト、こんなのペースメイクにしてやっていってもらったんだけど、年内はどうでした？やっぱりもう今やってるところについていくので精一杯みたいな感じ。そうですね。年内はもう、とにかく毎日やってることの復習に追われてたかな、うんうん。あ、そうですよね。うん、やっぱり民法、不動産登記法、会社法、商業とね、順番にちょっと重たい科目が年内ずっと続いていって、なかなか今やってる科目と一緒に前の科目を復習できたらね、ベストなんだけど、やっぱりなかなかそこ難しいですよね。はい、やっぱりどうしても、今やってるところを、ね、追っかけていくのが精一杯。まあ、それはもう皆さんね、一発合格者の方も皆さんそうだと思いますね。うん、まあ、今やってるところをね、しっかり、もう目の前のことをしっかりやってもらったからね、いけたんだと思います。ずっと勉強は、何かお仕事はされながら、されてたんですか？アルバイトをしながら、勉強してました。はい。だいたい週の、多い時で4日間ぐらいはアルバイト、はい。あ、そうですか。はい。それは1日何時間ぐらいですか？ 1 日4時間から5時間ぐらいは。はいはい。ああ、なるほど。そしたら、まあ、そこでアルバイトされながら、残りの時間は勉強。はい、ずっとやってた感じ。そうでもない。ずっとでは。ずっとではけど。
まあ、息抜きもね、大事ですからね。はい、うん。なんか、リフレッシュ法とかあったんですか？リフレッシュは、はい、趣味がダンスなので、あ、そうなんですか。たまにこう友達とダンスとかして、体を動かして、あ、そうなんですか。それは初めて聞いた。それどこでやるんですか、ダンスで。梅田のダンススタジオとか借りて。あ、そうなんですか。はい、それはそれは。まあ、それはいいですよね。体を動かしてね。うん、確かに。ストレス発散になりますよね。はい。だからまあ、まあ、年内主要4科目、ずっと済んで、で、年がけて、あと、講義は3ヶ月間ぐらいね、あって、こちらがまあ、いわゆるマイナー科目っていうちょっと細かい科目、見ていくんですけども、年がけたら、まあ、講義が終わって、で、直前期についてちょっとね、お話をお伺いしたいんですけども、直前期に、通れ模試ってありますよね。はい、これ、だいたい週1ぐらいのペースでね、4月、5月、6月っていう感じで3ヶ月間、受けてもらうんだけど、そちらの、感触とかどうでした？トーレは、ね、すごく私は難しいなと。ああ、ですよね。はい、なのでその復習とか、テスト直しに、はい、こう自分の勉強ペースが乱されないから、はい、すごく不安な部分があります。ああ、そうですね。で、そこは、こう割り切ってやろうという感じ。そうですね。うん、なるべくこの今まで この復習とか、うん、自分の勉強ペースを乱されないために、うん、もうテスト直しは、うん、テストを受けたその日に、トーレのその日に全部終わらせるようにはするんです、うん。なるほど。はい。そして、ね、本当に予備校のトーレ模試って、結構難しくて、まあ皆さん普段は過去問で勉強してもらうんだけど、過去問と同じような問題ばっかり、出しちゃうと、予備校のね、通りなのになんで、こんな過去問と同じ問題ばっかり出すんだってことでね、それもちょっと、予備校の独自性がないので、予備校なりにやっぱり、こう、いろいろ独自性発揮してね、問題とか、こう、新作問題なんか出させてもらったりするんだけど、それでやっぱり初学者の方はかなりきついですよね。何年かこう受けていらっしゃる方で、慣れてる方はね、結構、あの程度でも、まあ、なんとか対応できるかなって感じなんだけど、本当に、1年目で、学習される方は、まあ、講義をとりあえず一通り終わって、通り受けてガクンとね、ちょっと叩き飲みされるような感じになっちゃうと思うんだけど。で、そこで、まあ、通りね、ちょっとね、ガーンとやられて、メンタル的にね、結構凹んだんじゃないですか。ね。結構凹みますよね。うん。で、それもね、もう、合格者、一発合格者みんななんで、うん。まあ、そこをうまく乗り切ってもらったとね、思うんだけど、うん。まあ、私もいつもね、言ってるんだけど、まあ、当連は当連にとってね、割り切って、うん。で、今おっしゃってもらってたように、まあ、当連はもうその日のうちに復習して、それはすごくいいことだと思うんですね。うん。で、当連は当連でもその日に、直しを、し終えてもらってしまって、やはり、本試験はテキストとそれから各問ですよね。これがやっぱり、日本柱で重要なところになってくるから、その勉強のペース、それを乱さないようにしっかり頑張ってもらったっていうことですよね。はい。模試の成績はどんな感じでした？私の場合は、模試の成績はどんどん下がってしまって、はい。最終的には、こう、E 判定まで、取りました。はい、おすごいね、こう、どんどん。どんどん。まあ、知ってるんですけど。知ってたんですけど。はい、まあ、それで冒頭に、ヒヤヒヤさせるって、ね、言ったんだけど。まあ、入試のが分かってたんだけど、やっぱり質問とかね、聞いてて、あ、いいこと聞くな、と思ってね。入試のが分かってたんだけど、こう、最後の、直前期の模試の成績がどんどん下がっていくんで、大丈夫かなっていう。すんごい心配しましたけど。で、最後は E 判定。はい。一番下。うん。まあでも逆に言うと、それでも合格できるってことだからね。はい。それ逆に、ご覧になられてる方に励みになりますよね。成績が、模試の成績が悪くても、まあ自分のこう勉強法を貫いたらね、いけるんだ。
ということを本当に実証してもらったと思いますよね。はい。直前期の学習で一番気をつけたところってどんなところですか？そうですね。まあ、さっきも先生がおっしゃったように、模試とか答練とか、成績が目に見えてわかることが多いので、うん、そこで自分の気持ちが沈んでしまうことが、そうですよね。はい。多くあると思うので、うん、そこをなるべくこう沈まないように、モチベーションをそのまま保つことは意識してます。ああ、それすごい大事ですよね。はい。週一、直前期は週一ぐらいで質問に来てもらってましたよね。そうです。ですよね。で、あの時に、毎回急の質問持ってくるんですよ。ちょっと。択一やらなあかんでって言ってるのに、まあ、この試験は択一と記述があって、まあ、択一、それぞれ足切り点、基準点とね、設定されて、それ、まず択一と基準点上回らないと記述の採点も受けられないっていう、そんな試験なんだけど、なので、まずは択一の突破がね、まず目標なんだけど、で、それで、さっきのように、こう、当連の成績どんどん下がっていってる、択一頑張るよって言ってるのに、毎回毎回、先生、この令和元年の不動産登録急須の問題なんですけどって言って、いや、択一やりやって言って、で、次は、先生、この令和2年の商業登録のことなんですけど、毎回毎回ね、必ず急須の、質問、大丈夫かいなって、択一さんって言ってるのかなって思いましたけど。択一やってました？やってたんですけど、その時は、こう、技術の合格ゾーンの過問レジュメやってみて、年明けから、過問集を年明けからやってて、この時にすっごく難しく感じてしまったので、それで、過問レジュメの方には慣れてたので、卓越よりも技術への焦りが、すごく大きくて、おそらくその時は技術の方に時間を多く割いてしまっていたかなと。そうですね。まあ確かに本試験の記述難しいですからね。はい、うん。まあそれでまあ、確率はまあ、過去問レジュメので、まあ、割とまあ自信があった。そうですね、まあ、記述比べると。記述よりはあった。なるほど。けど、でも、もしで。ああ、そうやね。まあそれでちょっと、まあ記述のちょっと、直前に頑張っている感じですかね。はい。うん、で、過去問、の方が、最後2週間ぐらいになんか、ガッと。そうです。はい。まあ、もしね、この E 判定を取ったんですけど、最後の悪あがきというか、はい、最後、諦めずに、確率に全振りしようと思って、うん、もう最後の2週間は、もう記述は一切私は手をつけてなくて、もう、この赤松先生の過去問レジュメを、2週間で、2週全科目、2週しました。うん、あ、なるほど。うん。まあ、そしたら、まあ、記述は、まあ、それまでね、ある程度、はい、まあ、毎週質問も来ていただいて、ある程度、まあ、固まってたかな、ということで、はい、直前の2週間を、とにかく、択一に集中して、はい、で、それももう、過去問ですよね。はい、うん、私の過去問レジュメの方ね、集中して、それで、2週間で2回転、全科目全敗、してもらった。はいはい、うん。まあ、それ、が結果良かったですかね、やっぱり。まあ、そうですよね。で、本試験は、何問何問取れたんでしたっけ？午前も午後も31問。はい、あ、31問です。すごいですね。ねえ。本試験でね、一気に爆発した。はい。ね、持ってるね。持ってるね。ね。ポーレンの成績、ガンガンなってね。日本試験か、あんたね。まあ、それは、やはりね、さっきおっしゃってたように、まあ、当年の学習を、あんまり、そっちにね、深入りしすぎず、こう、割り切って、まあ、当年で間違ったところを、その日に復習して、で、あとはやはり、まあ、記述もそうだけど、まあ、最後は、やっぱり本試験で出された過去も、やっぱり、まあ、本試験は、にうまく対応しようと思ったら、本試験で出されている問題をね、やっぱりやるのがいいのかなと思うんで、そこを最後2週間で
うまく詰めてもらったのかなってね、感じですよね。はい、何か合格のアイテムってありました？合格のアイテムは、はい、大丈夫。ああ、ありがとうございます。はい、ああこれね、これ合格、はい。ありがとうございます。はい、これがなかったら、最後の2週間頑張れなかった。うん、ああ、よかったです、それは。はい。まあ、これをアイテムに最後頑張ってもらった、うん。最後の方は結構ね、自信もなくしてての感じでしたかね。直前期ね、やっぱり成績がね、こう下がっていったんで。うん、まあでも、そこで折れないでよくね、ほんと頑張りましたよね。もう、まあ普通だったら、ね、ちょっとメンタル的に折れちゃうかなっていうね、ところもあるんだけど、ほんと最後、まあ2週間、うん、過去もしっかりやり込んで、うん、それで、まあ見事、まあ大逆転って言ったらちょっと失礼だけど、うん、まあそれはね、ある程度のこう素材は当然ね、できてたんでしょうけど、うん、やっぱり最後の最後諦めないで、2週間集中して、確実に頑張ってもらった。まあ、それが、合格につながったのかな、ってね、思いますね。まあ、結果として、うまくね、一発で、受かっていただいたんだけど、一発合格の、高木さんなりの秘訣ってどんなところでしょう？そうですね、私は、最後までやっぱり諦めないっていうことが、いいことですね。はい。あ、そうですよね。おっしゃる通り。はい。まあ、本当、それにつきますよね。この試験は本当、それが一番大事。うん、途中ね、いろいろこうね、山あり谷ありだけど、やっぱりそこで最後ちょっと、こう、メンタル的にちょっと心折れて、勉強身につかないっていう人が、ちょっとね、やっぱり残念な結果になるっていうのがあるんで、うん、やっぱその、最後の最後まで、諦めないで、粘り強くね、やってもらったっていう、うん、それはいい、もう本当、いい言葉ですよね。うん、本当それに尽きると思います。まあ、本試験の質問もそうですからね。本試験も午前2時間、3時間ね、あるけど、うん、やっぱりその2時間、3時間の短い時間の中でもやっぱり最後の最後まで諦めないで、ね、やり抜くっていうことが本当大事ですよね。はい。まあ、そんな感じで、本当に、粘り強く、ね、で、まあ、テキストと過去問の方で、まあ、基本ね、やっぱり、しっかり、やってもらってた、というところも、まあ、強みなのかな、と思うんですよね。勉強全体通じて、どうでした？ハードでした？今までの勉強の中で一番、難しかったかな、うん。ですよね。思います。ですよね。もうなかなか人生ね、こんなに勉強するっていうことをもうまずないだろうとぐらいやったんじゃないですか。はい、ねえ。時期的にやっぱり直前の3ヶ月ぐらいが一番しんどかったですか？そうですね。気持ち的にもやっぱり直前期が一番、自分との戦いっていうか、ああ、そうですよね。しんどかったなと思います。頑張りましたね、うん。本当にもうね、自分との戦いですよね、うん。まあ当然ライバルもいるんだけど、それもいい言葉やね。うん、もうこの試験本当ね、自分に打ち勝つってのはね、大事なんですよ、うん。自分に打ち勝てるからこそね、他の人のね、勝負ができるってことだと思って。本当によく頑張ってくれました。うん、じゃあ、高木さん、一回ね、受かっていただいて、私も本当にね、もうヒヤヒヤしたけども、本当に嬉しいです。ありがとうございます。はい。じゃあ、これから、司法書士、目指される方、まあ、それから今勉強中の方もね、いらっしゃると思うんだけど、高木さんから何かのメッセージをお願いします。やっぱり、最後まで諦めないっていうことと、自分の気持ちを強く持っていって、模試だったり、高連だったりの成績でこう、一喜一憂せずに、自分を信じて頑張れるのがいいかなと思います。頑張ってください。ありがとうございます。はい。
じゃあ、高橋さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ、今回のね、動画ご視聴の方も、ぜひ、今回のお話、ご参考になさって、そして、勉強の励みになさってください。じゃあ、本日はどうも、ありがとうございます。おめでとうございました。はい。ありがとうございます。じゃあ、これで終わります。